アルコール自動車競争の巻は、1914年公開の短編サイレント映画。キーストン社による制作で、主演、監督は、チャールズ・チャップリン。1971年に、映画研究家ウノ・アスプランドが制定した、チャップリンのフィルモグラフィーの整理システムに基づけば、チャップリンの映画出演30作目に当たる。別放題は、鉄面皮な紳士。 ベニスにおける子供自動車競争と同じ実際のカーレースでのロケ作品である。メーベルが愛人ウォルラスと共に自動車レースに行くと、道楽者のチャーリーとアンブローズがチケットを買わずにフェンスの穴から入り込むが、その光景はすぐに警官に見つかる。近席にいたご婦人に色目を使うウォルラスを振り切ったメーベルはチャーリーと自動車見物。やがて無線入場をして、 騒ぎを起こしたアンブローズと無実のウォールラスが捕まり、チャーリーとメーベルはホクホク顔。この作品は、チャップリンの伝記を表した、映画視屋のデイビッド・ロビンソンが指摘するところの、キーストン時代の後期に相当する、チャップリンの独身から、アルコール先生原始時代の巻期の10作のうちの、即興が、身の上の作品に属する作品の一つにあたる。エトセトラ1914年制作。 2010年発見の泥棒を捕まえる人を除く、ありがとうございます。